本日なぜミオパパがいるか結婚します。この度は入籍させていただくことになりまして。今幸せですか？結婚します。僕たち、私たちは見ようしてんでしょ、見てるでしょ、いいでしょ、いいスペインにどんどん不安とかに寄せとか言う。どうでしょう、すいません、車で本当にいいのか、まだ見ようは悩んでる様子です。結構ドキドキですね。もう下帰る、戻れんよ。いいんですか？はい、待ってね。待ってます。待ってますよ。はい、なんで今日ボスみたいな感じのことするんですか？はい、お父さんみたいな。いつもそこキャッチャーみたいな感じで、今日なんかポコとボスみたいな感じ。本日なぜミオパパがいるか不思議です。不思議です。俺が聞いてる。確かに。なんで説明したいんだろうな。まあ自分たちで過ごしようかも。はい、どれくらい嫌いか、今結構ドキですね。パパしねえだろ。どうせすればいいのかな。いや、しゃべらせて。はい、はい、まあ、一応、はい、この度あの入籍一応って、まあ、違う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 、まだです。あの入籍させていただくことになりまして。それとあのちょっと席の紙の何て言うんでしょうか、婚姻届の保証人にちょっと言ってほしいと思って言ってもらいました。おお、結婚します。おめでとう。一番気が高いよね。一番気が高い。結婚します。僕たちは、私たちは。あ、レイ、前よりか。やろう、お前。なんでわかるの、前より。で、何言ってた。これで今日、まあ、オチと、まあ、俺とオチがいいんだもん、ディーで。はい。真ん中の保証人。ミオはパパに保証人。保証人。で、俺は昭和の保証人。はい。それは前から聞いてたから、何言うのかな、真剣に。一応お願いしてた。でも、俺は、そう、聞いとったんだけど、今日、なんか突然、ね、で、なんか、ママに帰ってたの、オチが。なんか時間がないみたいな、夕方までしか出せんかもしれない。ちょっと寝とったね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 。だったから、うん、って言っとったからよくわからんみたいな、もう一回聞いてみようと、あ、俺じゃないのみたいな。俺結構楽しみにしとったんだけど、ちょっと、ちょっと滑っとった。忙しいとか、知らんがな。で、今日撮影も入っとったからね。じゃあ、しかもだってさ、まあ、結婚のことさ、まあ、オチンとかどうか知らんよ。俺はね、思う。俺の思う結婚っていうのは、こう、一番いい時に登りかかって、キコーンってなるじゃん。で、こうだね。パパたちはね、まあ、いや、まあ、こう言ってるんで、こう言ってるじゃん。最初のことめちゃくちゃ長いじゃん。最後はずっとか言うね。ずっとこの感じ。それはすごいね。20年じゃん。銀婚式です。何ですか。もう銀婚式って言葉さしちゃう。だってパパのが覚えてるからね、記念日とか。あ、マジ。付き合った記念日とか、パパたち付き合った記念日はこの日だよみたいな、付き合った記念日を覚えとったんだ。ああ、そっからもう固定の日で、ね、そのパパたちが付き合った日みたいになって、あ、うちが覚えとったんだね。そう大丈夫、プレッシャーあるよ。プレッシャー、そこの娘だからね、うん、記念日とか覚えてます。何でそう、記念日じゃない、そうだ、今日ない、何の日だ、付き合って日曜日なんか払ったら計算できる。いるよ。お前らも分かる。じゃあ、頭で書きましょうか。書いたか、書いたか。今結婚の本なの？違う、ミオたちが何か。話が出る。話が出る。
どこに行くの？住所も全部行かないの？うん、やめてくれじゃん。そんな言うな。俺字来てないで書きたくないんだけど。いや、字映らないから。住所からさばいても大丈夫だって。だけどこれ不備があったら感謝だよ。でもどの道後日行かなあかんから、たぶんたち。ああ、いいよ。だから不備があってもその時に行くから、ね。今日届けに行くわけだろ。今日渡すだけ。この道。今日渡して席が入る。いや、今度は入る。無理はされんってだけだけど、うちらは渡す席はいいかな。なんか、本だけを買いながら飲んでる。ああ、すごいね、これ。不になる人。妻になる人。うん、すごいね、それ。初めて見た。不になる人って言ったら、旦那、不になるから、これ。夫になる人って言ったら、不になる。夫っていうのが来てる。夫になる人、ひらがなで、妻になる人。なんかすごい重さが来るな、なんか言い方が重さが来るもん。重いよね。はい。ここなんかガサッとする感じですけど。感動すんなこれ。はい。これまたちょっと違う雰囲気じゃん。いや、本当はパパが無理だったら代理の父親セヤさんにしようとしてたの。ああ、言ってたよね。もちろんいいんじゃないって俺たち。いや、パパは仕事になっちゃった。夜勤とかってあるじゃん。夜勤ってそこ行った方がいいんじゃないって現場まで行こうとしたの。父親だったら書きたいと思うよ。書きたい。いや、別に。だってパパが言ってたよ。まさか自分の娘だからね、心配はしとるよね。ミクの時書かなかったの。大丈夫よ、気にしよう。ミクはうん、うん、緊張するな左利きじゃない、うん、右は右だもん編集者癖強いよねゴルフですら左に、まあ、今いいとこなのよもっと盛り上げろお前めっちゃいいとこだと思う。いいとこなんだけど、ゴルフとか全部左なのにさ、全部左なのにさ、ペンだけ右ってクソ強くない？で、それ教えられるじゃん。左のこと。ペンの処理を退職した。建設業とかやろ。本当にさ、会社員とかそういうのかなと思ったら、飛び職って書いてあったもん。びっくりしたもん。え、違うんすか？いや、なんか、これは内装業とか。そうだね。建設業とか。絞りすぎだろ、ね、かっこいいってきついじゃん。いいか、食わなかった。結局の上で実印食ったのか。え？実印。実印？これ、20万だ。道具の。いや、いいな、その人は。本当に使ってくれる。じゃあ俺もまんまだけ作ったの。家事の中で。家事？どこ実況したの？あ、そうだ、知らん。ねえ、絶対そうだね。私も自分の2回言ってない？2回言ってない、薄かったから。そういうの、下にこれ引かなかった。そう。何か言えるの？俺が下に引かなかった。もういい。バカじゃないの？もう大事なことはしっかりして。これ引いて歌う。わかった。一応ステインで入ってくる。下の方に、いや、上はいいよ。とりあえずお前置いてるの、うん、していいか、外にもう一回ボーンって行って、花屋さんに見いいよ、別に。いや、お前はちょっと、自分の位置と同じになってどこが二人なのか。え、行ったら意味が分からんもん。なるほど、お前らは理解できてない。いや、ミオは伏せんでしょ、別に。いい、伏せ、いい、でしょ、いい、行ってくるよ。ステインにどっか違うところに押せとか言うてるから。ショーがなってショーがなって分からなかった。大体分かるだろ、分かる。ステインって言ったら、それそうだね、ダメだった場合に海だ使ってみる。その他使わないからね。 OK です。 OK、 ありがとうございました。あの、少しわざわざすいません、わざわざ来ていただいて。どうぞ。はい、幸せな2人。
僕も幸せですよ。社長が運転してくれる。初めてだよ。初めてだよ。初めてだよ。社長の視線席に座って差し置いてうちの今日は、今日はドライバーさせていただきます。すいません、ありがとうございます。2人が本上場桃源行くその瞬間に、ね、さあ行ってみよう。誰かの結婚届を出しに行くについていくのよくある。人生ですよ。よくあるの。もう質問おかしくない？やっぱ YouTube やってるからさ、なんか感動の時とかさ。いやだ、初じゃない？今幸せですか？はい。皆さん今幸せですか？仕事休みたい。いいよ、じゃあ休みに行くよ。はい、到着でございます。すいません、ありがとうございます。はい、もう被験機でいい？もう被験なの？大丈夫ですか？はい、じゃあ行ってみましょう。社長が一番楽しい。いいの？本当にいいの？入るない？一歩入って、入ってってください。じゃあ、二人並んで一歩行っちゃうよ。山鉢があってずっと向こうの建物にね、あれ夜間受付看板ありますから。電気ついてるから、ね、すぐわからんバッテリー。でか、まあ、もう何も動揺しようの、なんかそう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 、車電気ついとったからさ、どうでもいいか、どうでもよくないでしょ。バッテリー上がったらちょっとどうするのか。動揺しております。動揺しております。本当にいいのかまだ美穂は悩んでる様子です。金谷さんが実況死んで。資料揃ってないけど今日になる、出せばその日でいいね。美穂たちがその日だと思ってればその日でいい。そう思って美穂は別にいいかなと思った。初めての、これもう最後だよ。彼氏と彼女の喧嘩はもうこれで最後だよ。喧嘩じゃないから、ここからもう席入っちゃう。どこ帰るの？ここだろ、電気ついた。光すら、俺、あなたたちを祝福しております。入れないです。入るでしょ。押して、開けて。あ、時間台丸です。まだこっちやん。ん？今どこなの？ここ、こうやって待ってもらうから。あ、もう一個もらう。じゃあここだろ。ここじゃない？ここだ、ここだ、この俺。本当に？うん、本当本当、そこ右や。うん、なんか張り紙が、あ、なんか金本さん方なんか動揺したお前。まだ悩んでいる様子です、堀川さんは。堀川さんは悩んでいる様子です。そういうことさ、あなたが実況するからさ、うん、なんか別れた方がいいんじゃないか。そうかそうか。クイズの夜間お世話になりますが、ご用の方はインターホン応酬がさいだって。もう下帰る、戻れんよ。いいんですか？はい。残念ですから。はいどうも。はいどうも。婚姻届を、はい、はい、ありがとうございました。こんばんは。どうぞ、入ってください。どうぞどうぞ。困るなんて、この人の名前が出ちゃうから。ついに夫婦になってしまいました。大丈夫ですか？はい、令和5年の1月の26日15分に25分受付しましたので、この時間電車も変わりませんので、ね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。本当に言ってくれた、本当に言ってくれた、ありがとうございます。おめでとうございます。言ってくれないくらいです。最初なんかめっちゃ怒った感じ。だから今日受理しましたからねってことで言ってくれたでしょ。そうそうそう、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。あ、結婚、結婚、実婚はありません。もう独身してません。実婚はありませんが、一つもしかも今日さ、うん、なんだっけ、なんか未定日なんだよね。大安そうそうな日なんだって。あ、本当。たまたまなんだけど。あ、本当。そうそうそう、
えー、それはいいね。大きい安心がある。大きい安心と書いて、タイアン。大きい安心タイアン。こんな届けるの社長にもついてこさせる。いやー、ついてこさせるって、ついてきたわ。ついてきたいって自分から進行ついてっていい、家に帰っても一人でございます。私ついてていい、幸せの空気に触れていたいでございます。この後どっかに行くって言ったらそれもついてっていいだから、ね、家に帰ったらネットフリックス三昧でございます。それも家でお酒は飲みません。実は私家ではお酒飲みません。はい、おめでとう。はい、ありがとうございます。ついに結婚していただきました。ね、していただきました。そんな停止点に行く。どんな気持ちですか？実感はないが人妻。は？実感はない。人妻顔してるもん。そんな顔、どんな顔だよ。人妻。人妻。はい。なんか締めるの恥ずかしいから、なんかどうやって締めるか分からんですけど、どういう関係と生まれとったら多分警備員さんに なんでこれ親みたいな、親だろ俺は。そんな親に続かせるみたいな。親が続きだと思いましたよ、警備員さんが。本当ですよ。幸せになってください。はい、ありがとうございました。はい、次回、まあこの次の動画明日になるかどうかなんですけど、次回この後実家に初めての、初めて結婚して初めて、付き合った時もさ来てるしさ、うん、付き合った時も来て一緒に来たじゃん、うん、結婚してからも一緒に来て最悪だよ。そんな、そうだよな。最後に2人で一言。一言、しばっかりそこまで仕事してくれんでいいよ。俺は俺で頑張りますから。今後とも僕らは僕らのままでいますんで、応援よろしくお願いします。はい、はい、おめでとう。いいね、いいね、チャンネル登録、チャンネル登録お願いします。また見てね。